皆さんこんにちは。いい時間帯ですね。原博美です。 J リーグ TV 始まります。久しぶりの企画なんですけども、はい、 J リーグ副理事長の原さんですら知らないと思われる J リーグのあれこれを紹介する企画、ひろみの知らない世界。覚えてます？知らないことはあるだろう、それいっぱい少し前に川崎フロンターレの山根選手を紹介したの。あったね。今回もある選手を紹介したいと思います。はい、はい、今回紹介する選手は湘南ベルマーレの三幸秀俊選手です。原さんですら知らないであろう知られざるストーリーがあるんです。そうなの？はい、それを今日は紹介したいと思います。はい、では映像を進めていきます。 J リーグ TV、今回紹介するのは高い技術と卓越したパスワークを武器に攻撃を巧みに操る湘南ベルマーレの三幸秀俊選手です。三幸選手は1993年5月23日に千葉県市川市で誕生。小さい頃にテレビで見たフェラーリに憧れ、父からスポーツ選手になることを勧められると、家の近所で活動していた市川中央リトルキッズという少年団でサッカーを始めます。元ハンドボール選手だった父のちょっぴり変わったアドバイスを受けながらも、メキメキとサッカーが上達した三幸少年は千葉県のトレセンに選ばれるほどの選手に成長しました。そして小学校卒業後、2006年に開校したばかりの JFA アカデミー福島に1期生として入学。寮生活を送る中で休みの日もミニゲームをしたり、空いている時間にはサッカーの映像を見続け、サッカー漬けの日々を送りました。3年生になる頃にはプロになるために何が必要かを教えられ、自分の弱点や足りない部分が明確になってきたといいます。そんな環境の中でチームの中心を担った三幸選手は高校に進学するとプロを意識し、3年時には J クラブの練習にも参加します。しかし一度は内定をもらったチームからやっぱり取ることができないと連絡を受け、なかなか進路が決まりませんでした。一気に就職難民になりましたね。同期はみんな進路が決まっていたので焦りもありましたと当時を振り返ります。それでも JFA アカデミー福島のスタッフの尽力もあり、松本山雅 FC とヴァンフォーレ甲府の練習参加の機会を得ると、2012年に甲府に加入することが決まりました。もっともプロ入り後はなかなか出場機会を得られない苦しい時期を過ごすことになります。プロとしての姿勢が足りず、当時のチームメイトだった佐々木翔選手に、お前こんなんで満足しているの？このままじゃサッカー選手終わるよと厳しい言葉を投げかけられることもありました。ちなみに佐々木選手は練習場まで車に乗せてくれたり、ご飯を食べさせてくれたり、温泉に連れて行ってくれたりする良き兄貴分的存在だったそうです。その言葉をきっかけに意識を変えた三幸選手は2012年6月にプロデビューを果たします。ところが9月に前十字靭帯を損傷し、シーズンを棒に振ってしまうことになります。チームが J1 に上がったプロ2年目はリハビリ生活が続き、シーズン終盤に復帰するも出場はわずか1試合のみ。そしてシーズン終了後に契約満了を告げられてしまいます。甲府を退団となった三幸選手はプロ3年目の2014年に当時 J3 だった SC 相模原に加入。レギュラーとして活躍し、契約延長の話をもらいながらもリオオリンピック出場を目標にしていた三幸選手にとって J3 は本意ではなかったため、シーズン終了後にステップアップを求め、自らの意思でチームを退団。トライアウトで新たなチームを探すこととなりました。もっともトライアウトに参加するも J2 以上のクラブからオファーはありませんでした。しかしここでも三幸選手は周囲の人々に助けられることになります。甲府時代に師事した上福博史監督や JFA アカデミー福島時代のスタッフの尽力により、とあるクラブへの加入が決まりかけました。ところがそのタイミングでまたしても大怪我を負ってしまい、誘いのあったチームの練習に参加することができませんでした。結局プロ4年目にあたる2015シーズンを三幸選手は無所属のまま終えることとなってしまいました。それでもプロサッカー選手であり続けるために所属先を探し続けた三幸選手は JFA アカデミー福島時代の後輩で親友でもある小池龍太選手の推薦もあり、小池選手が所属するレノファ山口 FC の練習参加の機会を得ます。
そしてそこでのパフォーマンスが認められ、山口から内定をもらうことができたのですが、みゆき選手は J1 にいたプライドもあり、条件面を理由に山口への加入をためらってしまいます。そんな煮え切らない態度を取るみゆき選手でしたが、小池選手からの熱い思いに心を動かされ、山口に加入することを決めます。ちなみに当時のみゆき選手はというと、浪人中に貯金もほぼ使い果たし、お金がほとんどない状態でした。おじいちゃんにベッドを買いたいと嘘を言って、お金を借りたりもしていたそうです。そんなみゆき選手を助けてくれたのが、当時大宮ルディージャに在籍していた加藤信弘選手でした。山口に行くことが決まったことを報告すると、はい選別と言って封筒を渡され、中を見たらすごい大金が入っていたそうです。多くの人たちのサポートを受け、再びサッカー選手としての道を歩み始めたみゆき選手は、キャリーケース一つとたくさんの思いを背負い山口へと向かいました。加入1年目は36試合に出場して3得点をマーク。2年目は怪我で離脱した時期もありましたが、21試合1得点の成績を残しました。ところが山口で2年間プレーした後、環境を変えたいと思うようになったと移籍を考えるようになります。そんなみゆき選手にとって運命の出会いとなったのが、翌シーズンから山口を率いることとなる下田昌宏監督でした。俺は42試合全てに使いたいと思っているから、サッカーに人生の全てをかけるんだと下田監督に説得されたみゆき選手は山口残留を決断。下田監督からの期待は大きく、キャプテンにも任命されます。後に下さんとの出会いが大きかったと本人が振り返るように、みゆき選手にとってのターニングポイントとなる出来事でした。下田監督からはサッカー選手としてだけではなく、一人の男として多くのことを学び得たみゆき選手は山口の中心選手として活躍。キャプテンというのはどんな時もピッチに立っていなければいけないという下田監督の言葉に応えるように、みゆき選手は2018年から2019年の2シーズン1試合の出場停止を除いてピッチに立ち続けました。下田監督の下でプレーした2年間でみゆき選手は大きく成長し、2020年に湘南ベルマーレからのオファーを受けます。みゆき選手にとっては甲府時代のプロ2年目以来となる J1 復帰となりました。しかし湘南加入1年目はわずか4試合の出場にとどまります。それでも山口で下田監督に鍛えられたみゆき選手は、腐ることなくチームのためにできることをやり続けました。そして湘南での2年目となる2021シーズンは、開幕直後からスタメン出場を続け、一度はポジションを失いながらも再び出場機会を得るようになりました。結果を出して評価を高めたいという思いもありますが、チームの勝利のためにという優先事項は揺らぐことはありません。自分の意思でサッカーをやめるのは違うかなって、繋いでもらったサッカー人生なので、やれるとこまでやり抜いて燃え尽きましたと言えるようなサッカー人生にしたいですねと語るみゆき選手。所属なしというどん底から這い上がってきたみゆき選手のこれからのパフォーマンスに注目してみてください。 J リーグ TV 以前アカデミー福島の育成だったんだ。はい、でその時に小池選手もそうでしたもんね。小池龍太選手も、ね、あ、そうだね、はい、そう JFA アカデミー福島に育成として入って、うん、で最初バンフォーレ甲府だったんですね。そうだな、うん、あんまり出てねえから印象ねえもんな。そうでしたね。まあただいろいろ聞いてると、その時その時でいろんななんか同級生だったり先輩だったりね、まあ大体そういうのに恵まれてるっていうか、みんなそうだけどね、みんな何かにそういうものがあって、あのまあ何にもなく順風満帆という人はなかなかいねえだろうな。まああのその JFA アカデミーの関係者ってさ、まあ J リーグでJクラブでやってたりとか、やっぱりいろんなクラブとの顔は広いじゃない、うん、だから多分ね、入れてくれっていうんじゃなくて、やっぱり練習参加だけでもさせてほしいっていうのは頼みやすいよね。あ、普通だったらあれだけど、じゃあ一回あのほら性格もこうだし、こういうタイプだから練習参加させてほしいっていう、うん、そういうのはやっぱりあのやりやすいかもね、うん、別にどこのクラブの色もついてるわけじゃなくて、JFA アカデミー福島ってほら大変だったじゃん、震災でも、はい、であの途中から静岡の御殿場の方に移ったりしてるし、まあ、俺もあの練習見に行ったりこう勉強してるところも見たこともあるけど、うん、割とこう本当にサッカー頑張ってね、で経験ある指導者が多くいるのはいるから、うんうん、まあ、そういう人たちがあのクラブに練習参加は
頼んだからあとは実力だぞみたいな、そういう頼み方だよね。入れてくれとはやっぱり頼みに、ただその練習参加とかやっぱりそこは普通個人で頼んでも難しいけど、はい、こういうずっといろんな選手を見てきた人が練習参加だけでもやっぱり参加させてほしいっていう言えばクラブ側もそれを絶対ノーだとは言いにくいところもあるね、うん、まあそれだけのものがやっぱあったんだろうねと思うけどね、うん、そうですね。それで練習参加して甲府に加入契約したわけですもんね。まあタイミングもあるし、僕はそのタイプそこと同じようなポジションがもういて、絶対そこで外国人がいるとかさ、もう絶対的な中心がいて、いやなかなかうちでは難しいよって、逆に変な意味じゃなくて他ではやれるかもしれないけど、うちでそのポジションだとやっぱ一番難しいよっていうのもあるかもしれないじゃん、やっぱりそれもクラブ事情とかタイミングによるね。で甲府ではくすぶっていた時に佐々木選手に助けられたっていうことなんですよね、うん、まあ佐々木翔か、彼もやっぱ早上がってきた方だからな、結局こう、うん、広島に行くんだって、甲府からこうやって伊藤純也もそうだよな、甲府からバーってこう伸びてったわけだから、はい、まああの時の甲府ってやっぱお金もそんなないけど、そういうタレント性があるのをこうどんどん早めから使って、そこでこうステップアップしていくっていうようなクラブだったと思うんでね、結局佐々木翔もそうなんだけど、はい、なんか可能性がないやつには言わないんだよ、もうあんまりあこいつダメだなと思ったやつには言わない。あ、やっぱりこうなんだろう、ちょっと変われば変われんのにとかっていうやつには、うん、お前なんだよってそのまんまで満足してんのかっていうのはやっぱそういうことだよね、もう言っても変わんないような人には言わないし、うん、なるほど、ある面な。だからまあただそういうふうに言わせる周りが助けようっていう思いがあるものがあるんだろうね。でデビューをした年の9月に前十字靭帯を損傷して、うん、もうシーズンを棒に振っちゃったんですよね、うんうん、で2年目はリハビリ生活が続いて、まあ前十字やっちゃうとなかなか大変だよね。で長いから本当に1年ぐらいかかっちゃうし、若い時にやるとまたそれをまあ治りやすいっていうのもあるけど、またそれをかばって逆やっちゃうとか、ね、米本とかそうだよな。ああそうでしたね。だけどまあ米本なんか見ても今の医学でいうとちゃんとリハビリすれば戻るっていうのがあるだろうから、うん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 、でも往々にして良くなっちゃ怪我しちゃうっていう選手っているよね、はい、すごい良くなったと思ったらまた怪我しちゃったっていう、うん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 、だからやっぱりそういう怪我をしない選手っていうのはやっぱり本当にいい選手なんだろうねって思うけど、うん、そこがまたね、無理しなきゃいけないけど無理しすぎちゃうと怪我しちゃってっていう、うん、ここだろうな。でシーズン終了後に契約満了を告げられてしまうと、まあ甲府で、はい、まあそうだろうな、その人だけしか出てなくて、うん、でも逆に早くして辞めた方がまた若いから違うクラブ出やすいのあるんだよね。ある程度年齢になっちゃって契約満了になっちゃうと、いやもういいねってなるけど、はいはい、まだ若いから伸びしろがあったりとかさ、うん、するから、だからそれ次の年はこれ相模原行ったんでしょ、はい、ただまあ契約延長も言われてた、で相模原ではコンスタントに出ていたんですけど、やっぱり三幸選手にとっては J3 は本意ではなかったと。で自分の意思で対談を申し出たらしいんですけど、どう考えかだよね。こう試合後ある程度出てたとしたら、はい、他のカテゴリーでも出てて欲しいって言われれば、壊れていくのとないんだけど自分から行くっていうのはちょっと違うじゃない、うん、でも今 J2 でも J3 でも目立って若い選手でいたら逆に見てるよね。ですよね。見に行ってる、まあはい、この頃よりもさらに今はそうだな。でこの頃の方がまだそこまでそうじゃなかったかもしれないけど、今の方がもう J2 でも J3 でもやっぱり全部見られるっていうのもあるし、はい、実際じゃあ生で見てみようとかっていうので見に来てるクラブ、うん、特に J1 のクラブは多いよね、うんうん、多いですね。個人昇格してる選手結構最近多いですもんね。多いで J1 とか J2 で出てないんならもうやっぱりこう公式戦を戦ってる選手の方がやっぱりすぐ即戦力になるっていう思いはあるんじゃないの。所属なしっていう時があったんだ。そうなんですよ。これそれは知らなかったな俺も、はい、うん、自ら対談を申し出てでトライアウトを受けたんですけども、うん、結局 J2 以上は決まらずで、うん、で所属なしで浪人時代っていうんですかね。何やったんだろう。練習なんか
練習参加とかコンディション保つためにやってたんでしょうね。あのチーム探しはずっと続けたって書いたんで、で浪人生活の後にもやっぱりまたその周りの方の推薦で、その時には小池選手の推薦で、レノファ山口の練習参加の機会を得ると。下田監督が変えたっていうぐらい下田監督のことは尊敬されてるみたいですね。まああの下田のやり方になんかこうフィットしてたんだと思うんだよ。あの中盤のアンカーっぽいところでボールさばいて、まあ、俺も下田監督になって見に行って、はい、話した時に、はい、あの三幸っていうのはっていう話してたしな。あの、ね、そうなんですか。どっちあのそっちも高木とかさ、あの先生とかそういうのをやってたけど、で三幸がやりやすいよねやり方、あそこからボール展開していくみたいなサッカーだったんでね。まあ確かに今思い出したけど、なんか1年ぐらいちょっと怪我とかでやれない時があったんだけど、今どんどん良くなってるようなことは言ってたな、はい、そ, あそうなんですか、まああ、そうなんかって言って、はいはいはい、だからもう面白いよねみたいな話をしていて、でもあそこ、ただ相手もしばらく慣れてきたらあそこ潰しに来てたからな。最初のそこからボールをポン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 やってて、はい、そのリズム作ったんだけど、当然相手も研究してきて、はい、三幸のところも潰しに来てるみたいな時に、じゃあそこでそこからだねみたいな話してたけどな。君からしいんじゃない、42試合使うと思ってるからみたいなのかな。あまあでもそれも出会いなんだと思うけどね。うんうんうん。それで J1 まで這い上がってきた三幸選手ということなんですけども、何かがあるんだろうね。 そういうことなんですかね。三幸のその性格とか、はいはいはい、まだまだあのなんか伸びるはずだって思いがなければ、そこまでだってしないもんね。はい、まあ結局長くやってる人ってなんかそういう節目節目にそういうことがいろいろあって続けてきたりするんだよ。だから加藤とかもさ、はい、あの苦労人だろこれも。あそうですね。ああ大宮行ってさ、はい、今何抹茶モーレ京都山城にいんの。はい、そうです。現在それ知らなかった。それのが驚きだよ。どっかで一緒にやったのかね。じゃあいややってねえよな。ないんですよ。なんか知り合いなのかね。なんかすごくお世話になってみたみたいなんです。結局そういうのも出会いだよな。まあそこみゆきはいいよってみんな思ってる人がやっぱそれだけ多いっていうことなんだろうね、うん、まだ伸びるよっていうかさ、うん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 、サッカーを愛する全ての皆様へ J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。